今日はですね、新しい、整形に来てました。何番目になるのかな、5番目かな、エスペリスとかっていう、整形に来てました。綺麗に赤が見えますね。で、まあ一つの整形に一つの拠点を作っても255拠点になっちゃうんで、拠点数制限オーバーするんですけど、まあ今回はですね、来て、なんか記念に作っとこうかなと思って、とりあえずこの今拠点を作り終わったんで、ご紹介したいと思います。この拠点は、まあ、別に大した拠点じゃないんですけどね、いつものパターンで高低差が非常にありましてですね、からずっと降りていってみますか。いつものパターンで高所恐怖症の方は気をつけてくださいね。すごく高低差がありますんで、おっと、あ、落ちてもここは死にはしないかな。あんまり装備がっつり決めてないと死にますね、多分。最初無理かなと思った距離、高低差だったんですけど、ちょうどうまい具合にぴったりと、収まりまして。なんでここを作ったかというと、そこにある攻撃所に降りたらですね、ちょうどここが見えたんですよ。お、なんか全然言うこと聞かないぞ。あとでここを飛行機で飛んでみますね。ここはですね、ご紹介しますか。イムプルっていう政権なんですかね。で、シナ地区ですね。まだ探索はしてません。本当にこの政権に飛んできたばっかりです。政権っていうのかな、人間っていうのがどっちが正しいんでしょうね。まあ、少し暗くなってきましたね。もうちょっと待ちますか。ここはね、暗くなってからの方がいいです。明るい時よりもね、暗い時の方が綺麗な星ですよ。こんな感じ。ここはね、雲海に見えるような奇岩、こういう奇岩2つつなげて作ってました。こっちの奇岩と向こうの奇岩、向こうはね、奇岩というかすごくとんがった、山ですね。少し明るさが落ちてきて、ここはね、暗くなるとね、綺麗なんですよ、本当に。ああいう植物がみんな光り出しますんで。まあ、今、ユークリッドから始まって、何個目かな？1、2、3、4、これで5個目かな。
やることないですけどね、ノーマンズもだんだんと。あ、そうそう、ノーマンズ今日ね、すごいものもらっちゃいましたよ。あ、ここじゃ見れないか、船に積み直したから。生物船のテクノロジーをとか、何し、処備枠を広げるためのアイテム、どこで取れるのかわかんないようなアイテムをですね、なんと何百個もらったんだろう。テクノロジーの方のアイテムを300個。それからあと枠を広げるアイテムを500個。あの周りに行ったらね、知らない外国人からどん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 って続けてプレゼントが来てね。で、最初はなんだこれ、全見たこともないアイテムだなと思って、値段見れるじゃないですか、持ち物のところで。値段見たらね、とんでもない値段ですよ。1億5000万以上もらっちゃった、結局。で、もらって、お礼しようかなと思ったらもういなくなってた。いやー、世の中にすごい人もいるもんですね。この間もね、それこそ虚無の卵もらったりね。いや、よく私もらい物するんですよね。困ったよね、しかしね。とんてつもないものをくれる人いるんですね、世の中には。びっくりしたよ、本当にもう。あと、これは、外から行った方がいいな、多分。危険だけど、落ちたら死ぬような状態で。危険だけど、空から行きますか。こんな感じで。こうやって見るとね、一応屋根光らせてるんですが、あ、ここはもう飛べないか。ね、こういう感じでね、屋根を光らせて、夜になるとね、ここは割といいんじゃないかなーと思って作ったんですけど、どうでしょう。ちょっと危ね。押したら、とてもずーっと落ちてきますからね、ここね。ずっと向こう、下の屋根ずっと向こうですもんね。そろそろ暗くなってきたから飛行機に乗ってみますか。まあ、電力も結構使うみたいなんで、いっぱいここはホットスポットなかったんで仕方ないから太陽光ですわ。どこだろう。あったあった。まだ明るいね、ちょっとね。で、こういう感じでかなり高低差のある、だんだんと色が出てきましたね。こっちがね、交易所ですよ。
じゃあ攻撃所から止まってみてみますか。いつも攻撃所に来るとですね、ついつい癖で、なんかいい船来るかなと思ってですね、大概ですね、この手のあの攻撃所はもうワンパターンなんで、こういう感じでここに立つんですよ。そうするとね、こういう感じでぐるーっと見渡せると。で、ふっと上を見たらね、おー、すげえ、すごいな、ここなーっていう感じでこう見てたんですよ。で、結局今この見えてるこのでっかいなんかお椀のようなところに、まず最初このお椀のところに行ってみたんですよね。そしたらその上にさらにもう 三角形というのも本当にとんがったあの、山が見えまして、あそこ着陸できそうにないなと思ってね、でも頑張ってもうすぐピンポイントに着陸して、でそこから本当に 立つ足元にあのなんですか、セーブポイントを置いて作り始めたっていうわけです。あ、で今はもうやることないんでね、あれですよ、あれですよって言ったって分からないか、あのおすすめ、アノマリに行くとおすすめの拠点っていうの出るじゃないですか、3拠点、あれにいつの日かは乗ってみたいなと思って、もう終わったかな、すっごい拠点出てましたよね、エイリアン、本当にね、とてつもないあの作りですよ、あのエイリアンは。エイリアンってあのあれですよ、あの、エイリアン1,2,3 のあのそれこそエイリアンですよ。よくあんなもの作ったなと思うくらいすんごい作りでした。もしあのまだあるかもしれないな、あのあの割に行っておすすめ見てください。あのワープからすごいですから、本当に。いやー、本当このノーマンズスカイでもこれだけのもの作れるんだなと思って感心しましたね。ね、なかなか綺麗でしょ、夜になると。こんな感じ。おっと危ねえ。よしっと。ね、こんな感じでずーっと下までトントンっていきますが、うわあ、落ちちゃった。なんでこっちに落ちたんだろう。ああ、そっかそっか、そっちからか。うわ、戻れっかな、これ。あ、戻れそうだな。この角度ですよ、この角度。絶壁でしょ。よし、できた。引っかかっちゃった。こっちからの方が浅いか。おお、また落ちる、また落ちる、また落ちる。
ほんとこんなとこでばっかり作ってるからね、落ちてばっかりっすよ。綺麗になってきたね。ね、綺麗でしょ。飛ぶね。ああ、やっぱり落ちるか。まあ、しゃあないな。落ちるもの落ちる。あそこの橋のところ見せたいんですけど、ああ、いけるな、いけるな、いけるな。よし、来た。ここがね、なかなか綺麗でしょ。こんな感じ。一緒よ、夜にね。でもね、これスクリーンショットに入んないんですよ。あの拠点のアップの写真にでかすぎて半分しか入んないんですけど、まあしゃあないですね。作り自体はいつものパターンですけど、ここは住む環境ではないですよ。とてつもない嵐が多くて、作ってる時も本当に大変でしたよ。嵐だらけ。はい、とこういう具合でした。まあ、今はあれですね、ちょっとこの新しい次元を数日やったら、あとはまた次の次元という具合です。今は多分5つ目か6つ目、よく覚えてないんですけどね。記録見ればわかりますけど。10個目のアイセンターまで、あとまだまだですから。アイセンターはすごく有名ですけど、他の次元はあんまほとんど有名じゃないですよね。だからちょっとこうやって動画にして他の次元も載せとこうかなと思ってました。別にね、アイセンターも私ありますけどね、なんだっつうことないですよね。アイセンターもがその手前のこの水系、私もね全然変わりないですよ、アイセンターもと。まあ、アイセンタム自体がゆっくりとどこと変わりないですけどね。なんでアイセンタムばっかりあんなに情報が慣れるのかよくわかんない。まあ、こうやって夜だけ綺麗な星っていうのも結構私は好きなんですけど、それじゃそういうことでした。真っ黒黒好きでした。またねー。